絵を抜いたら自分は本当にもう何もないっていうのは知ってて、その自分がすごい芸術家とかすごい作家だっていう感覚ではなくて、自分がこう人とつながれるとかこう向き合えるのってその間に絵があるからで、それを曲げるぐらいだったら人生終わらせてもいいと思ってるし、だったら本当死んだ方がマシ、自分のせいにして全てそれで完結したいなっていうのが常に、今回見せれる絵たちっていうのは本当に自分らしい絵がようやく描けるようになったなっていうのは、十何年かかったけどやっとなんか素敵かもしれないっていうふうに思えるようになってきたのが本当に今の作品たちで、